ペッテハドリージョナル塗装のサーブ2000ダーウィンエアラインは、スイスのティチーノ州、ルガヌ空港をベースとする、かつて存在した、地域航空会社である。DHC-8 から 400ATR72 から200サーブ2000及び ATR72 型機を使用して、スイス及びヨーロッパうちの、近距離定期航空便を運航していた。2013年11月17日、 エティハド航空が発行済み株式の33%を取得することが発表された。政府の承認を得て株式を取得後、エティハドリージョナルに運航ブランド名を変更。塗装もエティハドリージョナルのロゴを胴体に掲出し、垂直尾翼にはエティハド航空の E とスイス国旗を組み合わせたものに改められた。2015年からは同じくエティハド航空が 資本参加したアリタリア・イタリア航空向けの運航も行っていた。2017年7月、スロベニアのアドリア航空が大部分の株式を取得した。しかし、エティハド航空と提携関係にあったアリタリア航空に加え、エアベルリンが倒産所をついでする中で、経営面は厳しく、同年11月27日、ダーウィンエアラインも破産を申請。 12月12日に破産宣告を受けた。エティハド、ダーウィンエアラインに出資を収リージョナルブランド設立。フライチーム、2013年11月23日閲覧。エティハッド2ディベロップリージョナルヨーロピアンネットワーク。ビジネストラベラー、2013年11月23日閲覧。アドリア航空が、 ダーウィンエア株を取得エティハドリージョナル消滅。フライチーム。2019年10月14日閲覧。ダーウィンエアライン破産手続き。申請11月28日に奥一時停止。フライチーム。2019年10月14日閲覧。ありがとうございます。